東京駅の運転系統上の路線名は、東海道新幹線、東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線、北海道新幹線、山形新幹線、秋田新幹線、中央線、山手線、京浜東北線、宇都宮線、高崎線、常磐線、東海道線、総武線、横須賀線。そして武蔵野線と京葉線があります。しかし、同じ東京駅なのに、京葉線のホームは遠く、乗り換え案内で15分もかかる、というありさまです。なぜ、こんな不便なところに、京葉線ホームを作ったのでしょうか。土地の権利は、地下であっても、所有者のものなので、土地を買収するか、権利を買わなければなりません。そのため地下鉄は、道路の下に建設されていることが多いのです。ということから、京葉線は、火事橋通りの下に建設することになりました。いや、八重洲通りの下が一番便利じゃん、と誰もが思いますが、1983年、昭和58年に凍結した成田新幹線計画。この時に取得した未着手の火事橋通り地下の用地がありました。ここを京葉線ホームとして新規に建設したのです。いや、いや、じゃあ、なんで成田新幹線は八重洲通りの下に建設しなかったのかというと、成田新幹線は新宿への延伸構想があり、八重洲通りだと皇居にぶつかり、延伸しやすい火事橋通りが選ばれました。実は京葉線にも新宿経由で三鷹から中央線に乗り入れる計画があるのですが、まだ都心部の地下工事は始まっていない状態です。この発車メロディは長いので途中ですが出発します。京葉線は、もともと貨物線として、新木場から大井埠頭に新しく建設する東京貨物ターミナルへ接続することになっていました。しかし、貨物線から旅客線へと計画が変わったため、新木場駅から分岐する新線を作り、東京駅へ接続する新東京トンネルを作ることにしました。今走っているトンネルが、新東京トンネルです。ここで、京葉線の歴代車両を走らせながら紹介していきたいと思います。今、1980年代の航空地図を走っている青い車両が開業当時に登場した103系です。京浜東北線と横浜線で使用していた車両が転入されました。続いて登場したのが201系で、中央・総武観光線から転入しました。1981年に量産が開始され、国鉄で初めてジョッパ制御方式が装備されました。ジョッパ制御とは、電流のオン・オフを繰り返すことによって、直流、または交流の電源から実行値として任意の電圧や電流を擬似的に作り出す電源回路の制御方式である、と書いてありました。京葉線歴代車両紹介は、また後で説明していきたいと思います。他の解説の合間合間にねじ込んでいく予定です。先ほど説明した新木場東京貨物ターミナル間の工事は、京葉旅客線の決定とともに中止され、湾岸部の海底トンネル工事も完成手前で凍結されました。国鉄分割民営化の時に、JR 東日本は、この路線を放棄し、4年後に、東京臨海高速鉄道株式会社が、継承しました。
そして1996年、平成8年に、臨海線として蘇り、新木場、東京テレポート館が、開業しました。ちなみに、東京臨海高速鉄道株式会社は、東京都が 90% 以上出資する、第三セクター鉄道会社です。ところで、臨海線と京葉線は、新木場駅で線路が繋がっているのに直通運転をしないのはなぜでしょう？それは、すでに直通運転をしている埼京線と、投資運転を行うと、経由路線が判別できないためです。つまり、新宿駅から舞浜駅へ行った時に、JR だけで行ったのか、臨海線経由で行ったのか、JR が臨海線に運賃を払うのか、の判別ができないため、新木場駅では、改札で精算をして、乗り換える必要があるのです。続いての車両紹介をします。こちらの1990年の全線開業時に登場した205系は転入車ではなく、京葉線初の新車です。他の路線の205系と違い、京葉線用の205系は東京ディズニーランドをイメージしてデザインされた前面になっていて、鉄道ファンからメルヘン化をと呼ばれています。この車両からワインレッドの帯になりました。1983年、昭和58年に開園した東京ディズニーランド。東京ディズニーランドを運営しているオリエンタルランドは、京成電鉄、三井不動産、朝日土地工業の3社が均等に出資して設立しました。当初、浦安の埋め立て地に総合レジャー施設、オリエンタルランドを構想していましたが、オリエンタルランド初代社長が訪米した際、ディズニーランドに感銘を受けて日本に招致する決意をしました。そして、親会社の京成電鉄は、都心部から浦安埋め立て地を通り、千葉寺に向かう新規鉄道路線の免許申請をしていました。ところが、京成電鉄は大型投資を繰り広げている最中のオイルショックで、本業の不振により、新規鉄道路線から撤退。そして、もう一つの親会社である三井不動産は、住宅等の土地開発を第一に考え、ディズニーランド招致には反対でしたが、オリエンタルランドが押し切り、1979年、昭和54年に、ウォルト・ディズニー・プロダクションとの業務提携契約を取り交わすことができました。ちなみに、ディズニーランド開業後の5年間は、この京葉線が開通していなかったため、東西線の浦安駅からバスが走っていました。続いての車両紹介をします。こちらの205系は、メルヘン化の205系よりも先に製造されて、中央、総武観光線や山手線で使用していました。2002年に京葉線に転入されました。京葉ステンレス製になり、201系よりも各車約7トンの軽量化が実現されました。さらにステンレスは塗装しなくても錆びないため、カラーフィルムの帯を貼ることで保守作業が大きく軽減されました。201系で採用されたジョッパ制御は高コストなため、比較的簡単な機器構成で省エネルギー効果が得られる開時点火0時制御を採用しました。市川塩浜駅の北西にある宮内庁新居浜鴨場、金城天皇が皇后雅子様にプロポーズした場所でも有名です。もともとは徳川将軍家や有力大名家が行っていた伝統漁で、現代では宮内庁が管理する伝統的な狩猟を行う場所を言います。皇室関連の行事のほか、日本に駐在する外交官や賓客接遇の場としても用いられており、訓練したアヒルを使い、カモを細い水路に誘導し、飛び立つ瞬間を網で捕獲する、鳥を傷つけない伝統的カモ漁を紹介し、それを通じて、日本の自然、伝統、文化、歴史を感じてもらう、絶好の機会となっています。他にも埼玉鴨場、そして浜離宮恩賜庭園にも、福
2施設あります。今回はここまでとなります。続きは次回後編をよろしくお願いします。